hanging out with my friend Amy. We have the same name, which I've never met or had a friend who has the same name as me before, but we met on the movie set as extras a couple weeks ago. So we decided to hang out today. We are in Richmond at the Sunflower Festival, and I'm excited. We just got our tickets and we took some pictures, and we're going to head over. I think we're supposed to get on like a little car and like go to the field. It's super duper hot today. It's like ridiculous. 今日は新しい友達のアミちゃんっていう子と一緒に一日を過ごしてるんですけど、今リッチモンドのひまわり祭りみたいなひまわりフェスティバルに来てて、アミちゃんはこの前映画のムービーのセットで会った子で、で私初めてのアミっていう友達ができたんですけど、すごい仲良くなったので一緒に今日は一日を過ごしてます。So I think for the rest of the day today, I'm just gonna be speaking Japanese with Amy. So I'm just gonna be adding my English subtitles and whatnot. And I don't think I'll be speaking any more English. これからのブログは多分私はもうアミちゃんと日本語を喋ると思うので、英語の字幕をつけたブログになると思います。入る。入る。今イントロ撮ってたところ。日本語で撮ってる？今日は。そう、今日はもう日本語にして、で英語の字幕をつけるっていうことを今説明します。はい。今からやっぱりみんなの車に乗ってるね。ああそういうことね。だからちょっと待たないといけないね。どうせ乗れないよね。そうだね。次のやつ来るまで。暑い。暑いよこれは。え、20% off any one bottle of wine。ワイン。あでもワイン好きじゃないって言ってた。飲まない。ね、私も飲まない。飲まないからどっちにしても 20% off でも買えない。レモネードが 20% off だったらよかったね。本当だよ。なんでレモネードにしてくれないの。本当だ。残念。ね。I've been here a lot. Okay, pumpkin fun. You gotta come back in October. Pumpkin parade. And if you see the white horse, that one's called the Pumpkin Parade. Not cloudy all day. Here's the alpacas right there. That's butterscotch. And I call the white one vanilla. Here he is. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Please don't take my sunshine.ひまわりの高さにお互いびっくり。こんなに高いと結構遠くから撮らないと入らないよね。うん、そうだね。近くから撮るのが。ここ撮る？写真。うん、撮るよ。任して。うん、横がいい？縦？縦よと横。綺麗。どこな？え、可愛いと思うかこれ。かわいい。怖いわ。え、なんでこれ自然かな？何だそのこと。気持ち悪いね。怖い。見て、ここの真ん中のひまわりはこれ咲いてないのかな。どうなってんだろう。死んでる。何が起きてるんだろう。一応この下のは綺麗で上のも綺麗。でもさ、種類違うよね。ちょっとそうかな。上のやつさ黄色じゃん。ちゃんとそうだね。だけどこれないじゃん。死んだんじゃない。そうだね。逆に下の方は綺麗じゃない。うん、わざとみたい。顔見て、ここにもある。探してたレモネード発見。かっこいい。かっこいいよ。あ、かわいい。いいかな。見てこれかわいいよ。いいね。あんまストロベリーなんてしないかも。え、4パークで。まあでも美味しい。すごいね、レモンも丸々入ってんだね。本当だね。面白いね。恐竜がいるんだって。
語になるために右に行くか。え、マジでこれ出られなかったらすごいなと思うけどね。逆にね、どうして作ったの？だってこういうのってさ、大体すぐ出られるじゃん。行き止まり、本当に迷ってる。ね、一本だ。アミちゃん印つけた。ここに置いとこう。そしてこれで道来た時に。オッケー。誰か今日飛ばさないといけない。どうしよう。こっちに行く。それともこっちに行く。こっち。無事出てきました。今はいるってね。イエーイ。ね、倒れてるので。買う。オッケー。なんか U ピックで。1本で2ドルとか安い、ね、自分でこう取りに行くみたいで、いいのを見つかったら自分でこう切ってもらうみたいな感じらしい。わ、綺麗。血がすごい。あ、それ足大丈夫？なんか痒いよね。なんか小さいのと大きいのとバランスを取って買いたい。ああ、そうか。あっちの方が良くない？うん。ほら、綺麗。派遣。ここら辺かな。イエーイ、あ、綺麗じゃん。イエーイ、いいね。3本ぐらい持ってきたい。この道めっちゃ歩きにくいんだけど、そうじゃん、ね、うん、いいんじゃない。歩きにくいな、ここ。ほんとだ。頑張れ、アミ。どっちのアミ？どっちのアミ？私、うん、頑張れっていうとこだった。アンジェラ、イエーイ、花、イエーイ、2つ、ちょっかわいい、みーちゃん見つけました。いいね、うん、イエーイ、イエーイ。ちょっかわいい。さっきレモネード飲んだところに、うん、あのミニドーナツがあったから、それを買って行きますか、はい。まあ、あと30分で閉まっちゃうみたいだし。そうね、ミニドーナツ空いてるといいけど。いや、時間たっぷりあるとか言いながら結構早かったね。ね、結構時間取られたの、あの前迷路で。本当だ、迷路は本当にガチで難しかったから。ガチで迷子だったもんな。最後の方はね、結構ラッキーだったけど。そう、ドーナツが楽しみ。今買いに行きます。ドーナツ買いました。食べる？一個だけ。あ、すっごい他買おうか。Forgot to film an outro for the Sunflower Festival vlog where I was hanging out with Amy, so I'm gonna do that now. So thank you guys so much for watching. I had such a fun day that day, and we get along really well, and I'm really happy to have like a Japanese friend out here, because I don't think I've ever had a friend where I'm like speaking Japanese to them the whole time and like hanging out in Vancouver. I've had Japanese friends before, like in Vancouver, but we've always spoken English, so it was a cool change, and I feel like I can get better at my Japanese and stuff, so it was super fun, and I'm really glad that I got to chill with her. So Amy, if you're watching, thank you so much for hanging out with me. It still feels like kind of like funny to say my own name to someone, because I don't know, I'm just not used to it. この前のブログのアウトロ撮るのをとっくに忘れてしまったので、あの、この前アミちゃんと一緒にひまわりのフェスティバルに行って、すごい楽しかったです。リッチモードちょっと遠かったんだけど、本当に行く価値はあって、すごい仲良しにもなったし、いろいろ喋れたので、すごい楽しかったです。多分バンクーバーでこう日本人の友達ずっと日本語を喋るっていうのは多分初めてだったんじゃないかな。今までバンクーバーで日本人の友達とかいたけど、ずっとこう英語で喋ってるっていうのが普通だったから、日本語で喋れて嬉しかったです。ということで、すごい楽しい一日だったので、そのブログはここで終わりしたいと思います。ちょっと忘れちゃったんだけど。 Not sure, but anyways, I hope you guys enjoyed this vlog. I'm glad I got to share my day with you. Make sure you subscribe to this channel if you want to see more content from me, and make sure you like this video if you enjoyed it, and I'm excited to see you in the next vlog. 今日も来てくれてありがとうございます。 So thank you for watching. I will see you in the next video. Bye!